はい、どうも、キスケです。ちょっと本編に入る前にですね、一つ悲しい情報と言いますか、X とか YouTube でスパーキングゼロの動画を調べたりしてる人は、事故に遭ってしまったかもしれないんですけど、リークね、リーク。僕もね、詳しく見たわけじゃないんですよ。一瞬目に止まって、やべってなってすぐに目そらしたんやけど、一瞬目に入っただけでとんでもない傷を負ってしまったっていう。ただ、このチャンネルではもうリークで判明したから動画で紹介しますみたいなことはちょっとやりません。今後もノータッチ。どこでリークされたとか、何がリークされたとか、そういうのはもう一切触れません。なので、リーク情報とか大嫌いな人も安心してこれからも動画を見ていただければ嬉しいなと思います。一瞬ね、ちょっと知らない体で動画作っていこうかなと思ったんやけど、ちょっとそれ無理なんで 不器用でちょっとそれ無理で、ちょっとね、今回動画の冒頭で触れさせてもらったっていう感じです。もうこれっきりっていう感じかな、おそらくは。ちなみに今回の動画内容はリークを知る前に撮影したものになります。よければ最後まで見ていってください。それでは本編どうぞ。はい、どうも、キスケです。ということで、本日はドラゴンボールスパーキングゼロ公式サイトをちょっと見ていこうかなと思います。いや、つい先日ね、GT の PV が流れまして、スパーキングゼロにも GT が参戦ということで、むちゃくちゃ興奮したね。あれはやばかったわ。ほんまに。いやー、信じてたけどね。プロデューサーの古谷さんが、残りのキャラクターは、発売前には全て明らかになると。で、それを期待しながら待っててください。っていうことで、残り25枠の中で、期待させてくれるキャラクターを出すって、もう宣言してるようなもんじゃないですか。じゃあ、何が来るんだって考えた時に、やっぱ GT とか、劇場版とか、無印とかそっち系にはなるんだろうなぁとは思ってたんですが、まさかの GT が来たということで、いや、これはもう大興奮ですよ。ということで、キャラクター欄がね、ちょっとニューついてるんで、そちらの方を見ていこうかなと思います。結構増えましたよ。まず GT の孫悟空で、 GT のスーパーサイジン孫悟空、スーパーサイジン3の孫悟空で、スーパーサイヤ人4の孫悟空と。いやー、あっちっちですね、これは、マジで。で、ベジータはスーパーサイヤ人4のベジータだけと。いや、これ、そういうことですよね、多分。変身しないってことだよな、おそらくは。その試合中に。変身するんやったら、その GT のベジータ、ノーマル状態だろうが何だろうがいないとちょっとおかしいと思うんですけど、変身せずに、単体で出るっていう、そういう感じなのかな。そう考えるとちょっとコスト面とかね、気になるよね。その辺どういう調整してんだろうな。出してもいいんじゃないかなって思ってたんやけど、俺。ちょびひげのベジータ。時間軸がおかしくなるけどね。ちょびひげがスーパーサイジン4になったら、それはそれで面白いかなとは思うんですが。と、他にニューついてんのは？おっと、もうですか？スーパーサイジン4、ゴジータ。いやー、そっか。トレーラー見た瞬間さ、一番最初に映るのが、チビ悟空だったでしょ？ GT の。それ見た瞬間、あ、ゴジータ4来るわ、とは思ってたけどね。ほんまに来るとは。PV の中でもやっぱ考えながら見るやん。GT のあのキャラは出んのかな、あのキャラは出んのかなっつって、スーパー17号は出なかったけど、あ、ベビー出んのかな、ウーブ出んのかな、パンちゃん出んのかなみたいな感じで考えながら見てって、ゴジータ4は来るだろうと見ながら思ってたわけなんですけど、実際さ、ベジータがさ、フュージョンするぞ、カカロットって言った瞬間、やっぱ鳥肌立ったよね。やっぱ来るんだっていう。で、あのグラフィックでゴジータ4を見れるゲームなんてこれぐらいですよ、マジで。いやー、これはもう大興奮間違いなしのゲームですよ。最高やな、マジで。
ほんでパンちゃんやね。パンちゃん、パンちゃんもニューついてるね。でウーブで、スーパーウーブと。なるほどね。まあそうだろうな。さすがに出るわな。まあでもトランクスは出ないってことなのかな。じゃあそういう感じですよね、多分トランクス。そうだな、この辺だけか。なるほど、 GT のトランクスは内定せずって感じか。まあ分からんけどね、後々 DLC とかでなんかね、 GT パックみたいな発売されて、スーパー17号 GT トランクスでハイパーメガリルドとか、うん、そういうパックがね、もしかしたら発売されるかもしれないんで、残りのジャークリューとかね、うん、まあそういうの考えると、まあまあまあ望みはあるのかなって思うかな。どうなんでしょうかね。でさてさてさて、はい、ベビーですね。ベジータベビー、スーパーベビー、スーパーベビー2、オーザルベビーと。いや、オーザルベビーまで出るとは思わなかったな、正直。で、ベジータベビーも出るとは思わなかった。そこまで出すんやって。正直、ベビー出るんやったら、なんかスーパーベビー2、1体出して終わりかなって思ってたんやけど、ベビーだけで4枠使うんやね。へー。それやったらね、ちっちゃいね、エイリアンみたいな姿も出してほしかったなっていう感じはするんやけど、まあまあいいか。で、イーシンロン、スーパーイーシンロン、はい。いや、いいですね。なんか若干細く見えへん。スリムじゃない、なんか。絞ってるね、イーシンロンね。まあ、スーパーイーシンロンはかなりごついけど。ってな感じか。なるほど。これで終わり？あ、終わりっすね。え、じゃあ今回追加されたの何体なんだ ?1、2、3、4、5、6。6、7、8、9。15体かな ?9、10。で、ベジータ4、11、12、13、14、15体やね。まあ、そらそうか。うん、残り25体のタイミングで GT 参戦して、まあ、残り10枠ってなったから、まあ、それは15体ですわな。なるほど。GT で15枠使ったと。じゃあ、残りなんだっていう感じだよな。いや、でもな、俺、劇場版やったら枠足らんと思うんやけど、なんか、あれなのかな。もし劇場版出るんやったら、その各劇場の一番のボス、例えばボージャックの映画やったらさ、ボージャックだけ出して、あとザンギャーとか、そのそっち系のキャラクターは出さないみたいな。でクーラ出すんやったらクーラだけ出して、あとサウザーとかそっち系のキャラクターは出さないみたいな、取り負けですよね、取り巻き、そっち系は出さないみたいな、そういう調整の可能性もあるし、まあシンプルに無印、ニョイボー悟空とかピッコロ大魔王とか、タオパイパイとかね、そっち系のキャラクターを出すか。まあこれはもう楽しみですわ、本当に。本当に楽しみ。これね、トレーラー出てるんでね、見てないって人はいないと思うけど、うん、もう一回見てください。もう一回見てね、うん。でスペシャルは多分これあれですよね、東京ゲームショウのあれですよね、はい。でまあ一つ気になったことがあって、あの GT のトレーラーでね、その最後にさ、これ映るじゃない、パネル、プレオーダー特典、プレイアブルキャラクター早期解放、プレイアブルキャラクターハテナっていうこの画像がさ、最後の最後で流れるでしょ。でゴジータ4やと思ってたんですよね、僕。ここなのに、その GT 紹介の動画で開かなかったわけですよ、ここが。誰？誰なの？マジで。どなた？っていうのを考えた時に、そのキャラクターパネルさ、 PV の最後に映るやん、パチャパチャパチって開いていくでしょ。で残り空き枠が10枠みたいな感じで判明するわけなんやけど、不自然にね、空いてる枠があるんすよ。そう、ゴジータ4とゴジータブルーやったかな、確か。の間のマスが空いてるんすよね。これスーパーゴジータじゃない？いや、スーパーゴジータじゃないか、これ。あの、Z のね、ジャネンバと戦った時のゴジータじゃない？まあ、ドラゴンボールスーパーのゴジータは、見てもらったら分かる通り出てるわけですよね。で、GT のゴジータ、まあ、ゴジータ4ですよね。ゴジータ4も今回判明したわけですよね。
じゃあこれ不自然に真ん中だけ空いてるし、まだパネル空いてないし、これスーパーゴジータでまだ紹介するわけにはいかなかった理由が、スーパーゴジータここで見しちゃうと、あ、ドラゴンボール Z の劇場版のキャラクターも出てくるんだっていう予想が立っちゃうわけでしょ。やっぱそこはサプライズにしておきたいんでしょうね。ってことは来るな劇場が残り10枠で。嘘でしょ、そんなことある。いやでもここスーパーゴジータやったらジャネンバとかも出るってことでしょ。やばくないか。いやでもね、まあこれ人によるからね、別にあれですよ、喧嘩売ってるわけじゃないんやけど、やっぱ俺ゴジータは Z のゴジータが好きなんすよわかる。まあ人それぞれやからね、もちろんそこはね。ここのさ、モフモフあるじゃない、わけの謎モフモフ、肩と襟についてるやつ、ここがやっぱオレンジじゃないと良くないと思うんですよね僕はであのソウルパニッシャーね、で見下すような視線ね、でね、なんか足動かさずにこう前進してくるあの瞬間移動みたいなやつね。ジャネンバー蜂の巣になったよね、あれでボコボコボコっつって。やっぱああいう技を見たいよね。いやだからまあ多分この枠は予想やけど、スーパーゴジータで、で最後の最後で残り10枠実は劇場版でしたっていうのが示唆されるんじゃないかなって思いますかね。いやこれはまあマジで本当にもう楽しみ度合いが加速しましたよ。最高ですもうすでに神ゲーです。はい、ありがとうございますいやでもこれでさ、 GT も内定してるやん、でドラゴンボールスーパーもあるやん、でドラゴンボール Z もねちらほら、まあ、セルとかブーとかフリーザとか当然出てるわけでしょ。劇場版も出たらもう終わりやん、スマブラやん、スマブラオールスターですよ。やばくね、普通に考えて。どちゃくそ楽しみな感じでしたね。いやー熱い絶えずねワクワクさせてくれるプロデューサーの古谷さんには感謝しかないですね。ありがとうございます。ということでいかがだったでしょうか。このハテナのパネルね、何やと思いますか。よければコメント欄で教えてください。このチャンネルでは今後もスパーキングゼロに関する動画を上げていきます。よろしければチャンネル登録と高評価で応援のほどお願いします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。